札幌ドーム、釜石宇住居復興スタジアム、熊谷ラグビー場東京スタジアム、横浜国際総合競技場小笠、山総合運動公園、エコパスタジアムトヨタスタジアム、東大阪市花園ラグビー場三崎公園球技場、東平尾公園博多の森球技場熊本県民、総合運動公園陸上競技場を置いたスポーツ、公園総合競技場、 ラグビーワールドカップ2019開催スタジアムラグビーワールドカップ日本招致活動はラグビーワールドカップを日本開催するための活動日本は第7回大会への招致を目指していたが2005年招致に失敗引き続き第8回大会第9回大会での開催を目指すべく招致活動が行われ2009年7月28日 2019年の第9回大会の開催地に決定した。1987年に第1回大会が開催されて以降、開催地域はヨーロッパやオセアニア地区とラグビー競合国での開催が続いており、2004年に初のアジア開催を目指して日本ラグビーフットボール協会が第7回大会での開催招致に乗り出した。第7回大会には日本、 ニュージーランド南アフリカの3カ国により開催が争われたが2005年11月に行われた国際ラグビー評議会での決定はニュージーランドであった。非公式ではあるが第1回目の投票ではニュージーランドが8票、日本が7票、南アフリカ4票であり、南アフリカを外しての決戦投票2回目ではニュージーランドが12票、日本が9票であった。 第7回大会の招致活動には、敗れたものの、日本開催への評価は高く、第8回大会、第9回大会の開催を目指して、招致活動が進められた。なお、いずれの招致委員会とも、森吉郎が、招致委員会の委員長を務めた。第7回大会招致活動において、開催会場候補として2005年5月に、公表した9会場は次の通り、 招致における候補地であり、開催決定後の開催地検討状況とは異なる。ラグビーワールドカップ2019を参照。第8回大会、または第9回大会の日本開催を機として行った招致活動において、開催会場候補とされた日本球会場と、その他アジアに会場は次の通り。香港及びシンガポールでは、 予選プールの試合を計10試合開催予定だが国際ラグビー評議会が日本国外の会場での開催に難色を示しているため国外開催予定分を国内の別の会場で行う可能性がある。ありがとうございます。